ッケー、ナイス。なんだ、内向きでなんか食いそうな気したんすよね。いきますよ、オッケー。おお、お見事。オッケー、ヒット。いいやつ、ドラッグ出てる。これが素始めの話、ちょっと内向きっすよ。怖い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 。通り出たー、よっしゃ、やった。突然でしょ。釣り名人には秘密があります。それを解き明かすのがこの番組。おはようございます。おはようございます。今日は大阪湾の岸和田、沖堤ですね、一文字にやってきました。今日のアングラーはジャッカルスタッフの金井光輝です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、最近はカタクチイワシが入っていて、朝マズメはかなり釣れているようで、まあ、昼からなったら伸ばせしかなかなか厳しい感じなんですけど、早速朝一頑張って釣っていきたいと思います。今日ちょっと使うタックル一通り教えていただいていいですか。はい、ロットがショアジングロットなんですけど、こちら BRS ブリカッサムっていうロットになるんですよ。ちょっと変わったロットですね。バットが MH でティップがミディアムライトになるんで、はいはい、先が柔らかいんで、この巻物系にもやっぱ良くて、さらに乗りやすいっていうのがあって、さらにバットにパワー上がるんで、はい、大型オンにも対応できますね。ルアーはどんなタイプを今日使っていく感じになるんですか。そうですね、朝一船長さんから表層が釣れてるってことなんで、はい、一応この鉄板ビッグバッカー107のさらに風強いんで、はい、ヘビーウェイトの 35g 重い方ですね、中心に使っていきます。はい、はい、ちょっと早速投げたいですね。いきましょう。いきますね。もう釣っちゃいますよ。金井さんのペースでやっていただいちゃって、はい、朝一はやっぱり表層狙いで大丈夫やと思います。サゴシって結構ね、暗い時間帯から釣れること多いんで、はい、はい、なんでですかね、多分ブリ族より目いいっていうのはあると思うんですけど、もう早速、なんやろ、お、サゴシ釣れてますね。なるほど、こうちょっとこれに続いて、だから結構波立ってんのがいい感じかもしれないですね。この調子でこう続けたらいいなと思います。てか続かないとダメなんですけどね。巻きスピードはこれぐらいで、結構サゴシやったら結構早く巻いてもついてくるんで、はい、朝一から、ね、もう早巻きでサゴシ釣れてるならば行きましょう。だからこういう時にジグ掘ってしまうとね、やっぱ縦の動きで切られることあるんで、サゴシ狙うなら巻き物の方がおすすめですね。やっぱり回遊欄で会うものを、はい、結局前にルアーがなかったらいけない、まあ、ないといけないんで、もうひたすらキャスト回数を増やすっていうのがやっぱ一番釣る近道ではありますね。それやっぱ少ない回遊に当たるっていうのも手なんで、はい、とりあえず僕はひたすら投げ倒すように心がけてます。ここ最近サゴシが多いようなんで、特に今年はちょっと切られんようにも気をつけないといけないですね。これベイトですね。ちっちゃいな、ちっちゃいカタクチイワシが、結構ベイトがちっちゃいかもしれないですね。なんで結構ルアーサイズ落とそうかなと思ったんですけど、朝マズメなんでやっぱアピールしていきたいなと思って、でザサイズかなりずらした大きさでやってるんですけど、やっぱ目立たせたいんで。ただ今年やっぱ大阪は難しいって言われてるんですよ。今年はこういうように豆味がベイトやったり、超ちっちゃい今みたいな片口がベイトやったりで、なかなかアウルアーがなくて、まあ、厳しい状況ではありますね今年は。ただこれからのシーズンマイワシも入ってくるんで、マイワシが入ってきたら
もっとミノー系だとかでかいルアーでも釣れるんで、そうなるとまた大阪の塾行ってしますね。うわ、ボラかな。取れました。そうですね、なんか竿先入り込んだ感じなんですけど、ボラ飛んでたんでボラかもしれないですね。サボシとかやったらガツンってくるんで、多分ボラか何かに接触したいと思います。一回いて食わないのか、もしかしたら目立ってない、まあ、気づいてもらえてないんかわからないんで、一回カラー変えます。もっと気づいてもらえるように、やっぱ朝マズメだけって聞いたんで、いかにその短いタイミングを魚に気づいてもらえるか、やっぱ重視で釣り組み立てたいなと思って、チャットでいきます。いて食わないのか、それともいないのか、ちょっとわかりませんけど、ほんとひたすらもう繰り返し投げ続けてる感じですね。そうそうそう、ひたすら回遊に当たれば勝ちなんで、朝まずめはよりキャスト回数多く、ちょっと表層ガンガン一択でいきます。次は、そうっすね、はい、さっきの 35g の方に戻しました。船長さんどうっすか、ポツポツ、マジか。え、昨日みたいな試合ないですか。おとといは6時頃から9時30分、昨日は6時半から10分。なるほど、30分、まあまあ、え、結構上の方で釣れてました。やっぱ上っすね。やっぱり上みたいです。そして30分勝負と、なかなかタイムアタックみたいなことやってますけど今日はせっかちなショアジギングですね。いかにキャスト回数を増やせるかが勝負になりそうな感じします。内向きでいたりしませんかね。内向き探ってみますね。こんだけ多分人いてほとんど上がってないんで、もう内向きやった方がまだ可能性あるかもしれないですね。
釣れてないっすね。ないっすね。ね。地合い。あ、内向きもなんか来れた可能性あるような気がしますわ。あの赤い灯台見えるじゃないですか。オッケー。お、ナイス。なんだ。オッケー、ほら内向きで来ました。内向きで食いそう、これなんやろ。内向きでなんか食いそうな気したんですよね。ただ行きますよ。オッケー。おお、わずだ。お見事。内向きで食うような気しました。さすがです。今ちょっとどんな感じで狙って釣れたところまでお知りたいですか。はい、結構ね、もう周りも全然竿曲がらなくて渋い状況やったんですけど、まあそうですね、内向きで釣ったんですけど、もうそうですね、一人も内向きに上げた人いないんですけど、うん、結構もう外の状況とやっぱ目くらい時に内向きの方が潮流れてるっていうのもあって、一人で内向きで寂しく投げとったんですけど、競争でこのビッグバッカー107の今日風強いんでヘビーウェイトの僕の大好きな赤金ですね、うん、で巻いてたらガツンと来てくれました。とりあえず坊主回避できてよかったです。結構サゴシをマシュラサイズのサゴシが来てくれましたね。はい、はい、いや素晴らしいです。お見事です。ありがとうございます。読みが完璧だって言って僕も嬉しいですね。えまた2匹目も行きましょう。このまま、はい、はい、ありがとうございます。オッケー、ヒット。いいやつ。おお、これがスラジングの楽しい。ちょっと内向きっすよ。怖い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 。魚をさばいて調理したい、そんな方におすすめの一冊。魚のさばき方から盛り付けのコツまで全147レシピを可愛らしいイラストで分かりやすく紹介しています。料理が得意な方もそうでない方もぜひ魚料理にチャレンジしてみてください。おお、お見事。さすがです。あす。この調子でもう一回内向きの方が塩いい感じなんで、同じルアーでこの赤金でもう一本仕留めたいなと思って、もう一本追加し頑張っていきます。はい。僕が結構推しのルアーなんですよ。推しのカラーか。推しのカラーなんですけど赤金。はい。大阪湾ね、この火が出るとね。まあ、こういう濁り入るんですよ。どうしてもプランクトンが活性化して、はい、こういう茶色い濁り、そういう時にやっぱこう絶対ゴールド系がいるわけなんですけど、そこでこのビッグバッカーから唯一のゴールド系の赤金、はい、たんで結構ハマることあるんですね。大阪湾で釣りするにはどうしてもゴールド系あった方がいいと思います。なるほど。で僕はそれにリアルプリントされてるだけなんですけど、これ赤金に、はい、なんで結構食わせ能力にも長けてるんで結構気に入って使ってます。大阪湾このほんまに赤金なかったら話なんないと思ってるんで。いや、いい感じに潮流れてますけどね。あかんかな。これは誰や。誰だ。ボボラかどっちか。いやー素晴らしいね。でもなんか変な引きやね。あ、おっと、あ、バレた、サゴシやった。やっぱ内向きっすよ。内向きっすか。ごめんなさい、ボラやと思って強引にしちゃいました。当たり方があんま強くなかったんですよ。 あ、これなんか怪しいなと。しかも結構手前ってのもあって、はい、
いやもったいないな、サゴシに申し訳ないことした。ただおるっすね魚、うん、しかしさっき当たってきたサゴシかな。じゃあまああんまりいらんことは考えやずに。いやもう一本行きましょう。はい。オッケー、ヒット。いいやつ。ドラグ出てる。お。お。お。なんですかこれ。なんすかね、ブリ族じゃないですか。すごい。一応ネット持ってて。お。お。いやビッグファイトじゃないですか。これすごいね。これが久田陣営さん、ちょ内向きっすよ。あとあそこの角にこつられないように。いやーすごい。慎重に言いましょう。うわ怖い。怖い。怖い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 。やばいこれ。うわバレた。なんでしょうね今の。ブリっすね多分。ブリ。うわ。うわ。うえ。いやー今のはすごいわ。パワフルだったね。楽しいっすねでも。地合い来てますね。僕の中自分だけの地合いが来ますよ。もう一本いきますよ。ゴー。あれは止めれなかった。でかかったじゃないですか。いや相当でかいんじゃないですか今のね引き。しかも今結構、まあ、やっぱこの微妙な向かい風でもすごいロングキャストで飛んでるなと思って、あ着水してそんなに立ってなかったですよね。そうそうそう。沖でしたよね。っね、いや惜しかった。いや惜しかったね。なんか和歌山で釣りしてる気分でしたね。あだんだん悲しかった。ちょっと時差で時差でね時差で時間差攻撃で、ね、時差で僕も時間差でだんだんちょっとやっぱ 見たかったなっていう。ちょっと時間差でちょっとやっぱ湧いてきますね。いや今の見たかったなみたいな。いや今年一番のランスよあれ。僕の中でも、ね、いや楽しかった。いやすごかったよ。オッケー、ナイス。もう走らせませんよ。ほら。うわ、またや。サゴシっすね。サゴシ。ちょっとこれもサーラクラスかな。おお。カッターにされました。今の可変リトリーブできましたね。はい。ええー。申し訳ない、サゴシには。光ってるものに反応してる感じがします。これで緑でいきます。うわー、サワラおそらくニワラシ。いやもう一本サワラ、ラストチャンス欲しいですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやなかなか渋かったですね。渋かったですか。でも途中ねすごいいいファイトも見せていただきましたけど。はい、いやー取れなかったですね。いや結構ね欠けてはいるんですけど、はい、なかなか悔しい結果に終わりました。でもその中でもサゴシ一匹ですけど連れてくれたんで。そうですね。はい、でもずっと拝見してても、はい、やっ
ぱりこう本当にもうキャストも正確だし、はい、でこう一頭一頭なんかこうコロコロ変えるんではなくて、はい、結構ずっとこう繰り返し正確に遠投一定の巻きっていうのを繰り返してたように見えるんですけど、はい、やっぱショアジギング、ライトショアジギングっていうのはそういう釣り方がやっぱりそうですベースになりますか。人それぞれだと思うんですけど、僕はどっちかというとほんまに魚いるレンジを徹底的に探してひたすらそれをやり続けるっていう釣り方の方が多いですね。なんで今日は表層を結構メインに探っていったんで、結構キバ族のサワラが多くかかった感じではあります、はい。途中やっぱり表層がいいんじゃないかなっていうのもある程度自分の中で決めてやられてたと。はいはい、でもね、あの途中で内側にねやっぱ狙い変えたりとか、はい、そういったところはやっぱ海を見てるわけです。そうですね、やっぱり潮動いてる方がやっぱりいいんで、結局そういう外向きでしててもなかなか周りも渋かった状況で、内向きに変えて結構反応変わってはいましたね。なるほど。はい、でもあの魚ちょっと見たかった。いや見たかったですね。いや本当ね、はい、次回、いやそこ次回、はい、ぜひね、あのかかった後の顔が見られると ねさらにだと思いますんで。、はい、次回もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お疲れ様でした。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。